郵便馬車。郵便馬車は馬車による郵便輸送及びその郵便輸送に使用された馬車を指す。欧州では郵便と共に一般乗客も乗せて運んだ長距離移動用途の馬車の一種でもあった。英国では1784年から郵便を輸送するために馬車が用いられ、これはメールコーチと呼ばれた。 日本で言う馬車の一種であり、英語ではキャリッジに相当するもの。欧州各国において、馬車用語としての郵便馬車とは、単に馬車を郵便に用いたものを指すのではなく、具体的な仕様が定まったものを指す。また、一般乗客の人数は、基本は4人からという少人数乗車用であり、料金的には割高で、一般に裕福な層が利用した。英国では、 メールコーチは1850年代に鉄道網に置き換えられた。フランスでは1791年から郵便輸送に馬車が用いられるようになり、これは丸イコールポストと呼ばれた。日本では明治初期の郵政事業開始時の1870年代から郵便輸送に馬車が用いられた。東京では1925年、大正15年まで使われていた。 1951年に岡本厚夫の憧れの郵便馬車がヒットしたが、この頃はすでに実物は廃れていた。郵便輸送用途に使用されたメールコーチや丸イコールポストも郵便馬車と記されるがその内容は異なっている。欧州の郵便馬車はコーチタイプで外界と区切るための客室が設けられて、おり郵便輸送と同に有料で乗客も運んでいたが、 日本では郵便物の輸送用途のみでありサスペンションはついていたが屋根はなく荷台にホロをかぶせた車両を引く馬車スタイルだった。英国では1784年から郵便を運ぶために馬車を用いた。これはメールコーチと呼ばれた。この車両は4等立てで4人が客室内に乗車できた。後には 御社と同じように客室外にもっと多人数が乗れるようにもなった。郵便は後部に設けられた箱に入れられ、郵便局の職員が見張りとしてついた。1805年から使われたサスペンションを装備したメールコーチはメールフェートンとも呼ばれそのスタイルも優雅と言われた。この郵便馬車、メールコーチは郵便輸送のための停車しかしなかったため駅馬車。 ステージコーチよりも早く目的地に着いたが、それと引き換えに乗客にとっては快適なものではなかった。英国では1840年代から1850年代にかけてメールコーチは次第に姿を消し、その役割は鉄道網が発達するに従い貨物列車に置き換わった。郵便輸送サービス業務は英国で1635年に、 廃止されたが、その後150年もの間全く同じ形態で存在し続けた。馬に乗った運び人が郵便局間を移動し、郵便局員が自分の地区の郵便物を抜き取り、他地区への郵便物を追加し次の配達人に引き渡した。配達人はしばしば強盗の獲物とされた。そのシステムは不十分だった。 サマセットのバースで劇場を経営していたジョン・パーマーは、それ以前に劇場から劇場へ出演者と舞台装置一式を輸送する仕事を行っていた。パーマーは、この馬車によるサービス業務が国全体に郵便物を輸送することにも応用できるのではないかと考え、1782年にロンドン郵便局に対して提案を行ったところ、これが受け入れられることとなった。 当初、局員らからの抵抗があったが、最終的には、英国大倉省大臣のウィリアム・ピットがパーマーに、対し、ブリストルイコールロンドン間を、試験的に走らせてみよと許可を与える。古い制度の下では、郵便物輸送は38時間かかっていた。パーマーが、資金提供して作成したコーチ、馬車は1784年8月2日の午後4時に、ブリストルを出発し、 ロンドンに16時間後に到着した。これに印象を良くしたピットは、新たな路線も認可し、1785年末には、ロンドンイコールのリッチ、リバプール、リーズ、ドーバー、ポーツマス、プール、エクセター、グロスター、ウスター、ホリヘッド、カーライルを結んだ。エディンバラへのルートも翌年追加される。パーマーは、郵便業務の会計監査研検査業務を担当する。 総支配人としての地位を得た。当初は馬車、馬、魚車はすべて業務契約した者が提供する必要があった。しかし規定の固定収入に加え乗客に運賃を課すことができたので契約を勝ち取るために非常に熾烈な駆け引きが起こわれた。19世紀初頭に郵便局自身がコーチを運用するようになる。このコーチは黒色と円珠色。 スカーレットの色で塗られていた。初期のコーチは作りが悪かったが、1787年、郵便局が、ジョン・ベサントが改良して、特許を取得したデザインを適用。ベサントは、パートナーのジョン・ビ・ドラーと、コーチサービ業務の独占提供を行い、またその運行サービスも事実上独占した。1830年になり、鉄道の発達により、メールコーチ業務は、 衰退に向かう。1830年11月11日に鉄道による最初の郵便物輸送がリバプールイコールマンチェスター間で行われた。1840年代初頭にはその他の鉄道郵便網も整備され、高知による郵便輸送が消えていくことになった。地方でのメール高チは1850年代まで続いたが次第に鉄道に置き換わっていった。 メールコーチは当初、運転手席が外側で中に4人が乗車するようデザインされていた。郵便の輸送だけではなく、同時に乗客を乗せたのだった。コーチ内でただ一人の郵便局員である監視役は、後部外側に置かれた郵便物箱の隣に位置した。後により多くの乗客が乗車できるようになったが、運転手と並んで客室外に座らねばならなかった。 コーチはアクロを走行したため客室内でもその度は快適とは言い難く、また坂道を登るときには乗客は車両から降りたものだったチャールズ・ディケンズが二と物語の冒頭で記述している。コーチは夏は平均7から8メートル pH、11時速13キロメートル、冬は平均5メートル pH で走行した。 ビクトリア城時代になると道路が改善され10メートル pH くらいまで出せるようになった。馬は10から15マイル、16から24キロごとに馬やステーブル、スティーブルで別の馬と交換した。郵便を収集するための停車は短時間で走行しながら郵便物を監視役が投げ出し郵便局から引ったてるようにして受け取ることで停車しないこともあった。 旅費は長距離移動用途に通常用いられた日本で駅馬車と訳されるステージコーチよりもメールコーチでは1マイルあたりおよそ 1D1 コペンス高かった。しかし快速であり外して混み合わずまた清潔だった。ステージコーチでは混雑が状態化しており重心も高くなり転覆の危険性も高かった。メールコーチには乗客数及び荷物数に制限があった。 メールコーチでの旅は、ほとんどが夜間だった。夜間は、道が空いていてより速いスピードを出せたためである。監視役は、ブランダバス、ラッパ銃と、拳銃2丁で武装し、シンク色と金色の郵便局員の服装で乗車した。郵便馬車では、この監視役が、ハイウェーマンと呼ばれた盗賊から郵便物を守っていた。 ステージコーチと間違ったというのが、盗賊の言い訳としてよく言われた。金で買われることを防ぐため、また、より良い仕事をしてもらうために、監視役には、高額な給与と恩給が支払われた。郵便輸送を成し遂げることが、責任範囲であったので、馬車が走行ができなくなった時には、自分の足で運ばなければならなかった。運転手は馬車と共に移動しなければならないため、その地に残った。 監視役は室外にいたため厳しい陶器には死に至ることもあった。ガード役にはタイムピースと呼ばれた懐中時計及びポストホーンと呼ばれた郵便ラッパが対応された。懐中時計はスケジュール通りに運行するためであり、郵便ラッパは郵便の到着を郵便局に知らせるため及び途中の料金所でゲートを開けてくれるように合図するためのものだった。 馬車が停止させられた時は料金を求められた。馬車は通行優先権を持っていたのでラッパは、道の他の利用者に対し馬車が近づいたことを知らせると、同時に道を譲るように促すためのもので持った。フランスでは、1791年に、英国同様、それまで一頭の馬に一人が乗馬するスタイルの、郵便輸送から馬で車両を引かせる、馬車利用の輸送に切り替えられた。 フランスではこの郵便馬車を、丸イコールポストと言った。丸イコールポストには、小型のものと大型のものとが用いられた。小型は一頭縦二輪馬車であるキャブリオレに手紙箱が取り付けられたもの。大型は、英国同様四人の乗客を乗せられる馬車で、折りたたみホロ式のカレーュや、クローズタイプの客室を持つベルリーヌ用いられた。ディリジェンスと呼ばれた遠距離用乗り合い馬車に比べ、 郵便馬車は乗車人数が少ないため乗車賃も割高であり地方の大義士など身分の高い人々が利用したほか地方周りのセールスマンなども利用した郵便馬車に乗るだけでステータスを表したまた四人分を支払うことができるのであれば貸し切りも可能だったので他人に知られずに行動したい時に利用できた丸イコールポストも英国のメールコーチ同様 乗車時間は短くて済んだが、乗り心地は悪かった。1830年からの7月王政は、英国風に4頭建て快速馬車となり、パリと地方都市を結ぶ用途には、ベルリーヌが地方都市同士を結ぶ用途には折りたたみホロ式のブリスカが用いられるようになった。これらによって、従来の半分の時間で到着することができるようになった。より一層早く到着するために、 車体も小さくなりさらに乗り心地は悪くなった。また、途中下車時間である、食事の時間も切り詰められた。1810年代には1日4回あった食事が、快速馬車となってからは1日1回となりしかも5分から10分で、あるにもかかわらず非常に高価な支払いを求められた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。